典型的な東京ラーメンチャーシュー、メンマ、ナルト巻き、海苔、ネギ東京ラーメンとは、醤油ラーメンの代表であり、ラーメンの原型である。多くの場合、和風だし、醤油タレ、中細ちじれ中華麺が使用される。東京都には数千のラーメン店があり、提供される、ラーメンの味も多岐にわたる。1910年当時流行の発信基地で、繁華街であった浅草の、 来県が草分けだとされることが多い。また、現在のラーメンの基本を作り上げ、醤油ラーメンの発祥となり、チャーシューとメンマを初めて乗せた、ともされている。繊細な味を守り続ける店も多く、新規店でも、この東京ラーメンを追い求める店もある。ご当地、ラーメンブームの中で、強い油や辛さを押し出す新種のラーメンとは対応なし、流行を追いかけることなく、 ラーメンの定番として、昔からその人気は普遍である。現在まで続くオーソドックスなラーメンであり、違いはあるものの多くの場合は次のようなスタイルである。鶏ガラをメインに、野菜や豚骨を加えて沸騰させずに煮出した、澄んだスープに、合わせるタレは、醤油の和風タレで、表面にうっすらと油が浮く。麺は20から24番の中細で、スープが絡みやすい縮れ麺を使用する。 チャーシュー、メンマ、薬味はネギ、色気はなると、青みは、ほうれん草を入れる。半熟卵や海苔を添える店もある。異論もあるが、同種のラーメンとして、八王子ラーメン、背脂茶っちゃ系、おぎくぼラーメン、エビスラーメンなどが挙げられることがある。ラーメン専門店、昔ながらのいわゆる中華料理店、インスタントラーメン、生麺、冷凍生麺で販売されている。ありがとうございます。